俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫、月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は26日、第127話が放送される。牧野家は末子、浜辺、波がかった、練馬の土地に屋敷を構え、万太郎、木、末子、千鶴、本田望結と幸せに暮らしていある日、旗の、 前原博と藤丸、前原瑞木が訪れ、ドラ通産108作目。日本植物学の父と称されるマキ。富太郎をモデルに、江戸末期から昭和の激動、時代を生き抜き、明るく草花と向き合い続け、主人公、巻野万太郎の人生を描く。脚本は NHK、流、官房、群情領域、旅やお帰りなども手がけた。目の劇作家、長田育氏。 新木の朝ドラ出演、2007年度前期、どんど晴れ以来16年ぶりに作目。初主演、なる。男性主人公は20年度前期、エール、久保田正隆、来3年ぶり。主題歌は、シンガーソングライターのアイミオンが担当し、楽曲は、愛の花。語りは、優の宮崎葵が務める。